果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る裏切りの言葉に、校長を離れわずかな望みを求めさすらう俺なのさ。見知らぬ街では期待と不安が一つになって、過ぎゆく日々などわからない、交わす言葉も寒いこの街、これも定めと生きてゆくのか、今日と違うはずの明日へ、ランアウェイランアウェイ、今駆けゆく裏切りの麻痺でも、俺の心に火を灯す、わずかな愛があればいい、こんな俺でもいつか光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きていくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイランアウェイ、今駆けてゆく。朝焼け静かに空を染めて、輝く日を受け生きていくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイランアウェイ、今駆けてゆく。果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る、果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る。はい、こんばんは。大丈夫ね、阪神くんはね。今夜はね、クリスタルキングさんの大動画を歌いましたね。今日はね、昨日ね、から今日にかけてキャンプ行ってきましたよ、学校橋からね。スティックもね、昨夜な、調子悪かったけどさ、ね、よかったね、今日はできてね、うん、よかったよかった。ね、今日帰って、まあ今日は日曜日なんでね、早めの生存確認ですね。明日から1週間頑張りましょうね。生活のために働かないとね、うん。で、明日は、来週、この1週間ね、楽しみね、休業日ウィークだからね、頑張りましょうね。さてね、もう今夜、もうさっきはこんな風にやった。さっきちょうど途中に固まっちゃったからね、再起動しました。でももう扱う用意はしてますよ。ね。こんな感じで。もう、いい感じで沸騰できてきた。こんな感じで。今日もね、この、裏頼り。ね。さっき固まっちゃったんで、歌い直しました。どうかな。いいね。さて、まだ沸騰、まあ完全に沸騰するまで時間あるんで、さて、もう一回歌おうか。歌うとかいね。僕の心の曲です。この歌、熱い思いを込めて。僕にも果てしない夢があるからさ、そんな思いのことね、思いながらね、歌っていきたいと思います。果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る裏切りの言葉に、校長を離れわずかな望みを求めさすらう俺なのさ。見知らぬ街では
期待と不安が一つになって過ぎる苦しみなどわからない、交わす言葉も寒いこの街、これも定めと生きていくのか、今日と違うはずの明日へ、ランアウェイランアウェイ今駆けゆく、裏切りの街でも俺の心に火を灯す、わずかな愛があればいい、こんな俺でもいつか光を浴びながらきっと笑える日が来るさ、朝焼け静かに空を染めて輝く死を受け生きていくのさ、溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイランアウェイ今駆けてゆく、朝焼け静かに空を染めて輝く死を受け生きていくのさ、溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイランアウェイ今駆けてゆく、ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る、ああ果てしない夢を追い続け、ああいつの日か大空駆け巡る。はい、今夜もねクリスタルキングさんの大都会を歌いました。さて明日からいい感じになってきたね。さて下ろしましょうかね。あ、そうだ、今日はこの後お鍋やろうか、お鍋。お鍋やりますね。今日はお鍋で。この土鍋ワンカップの水が入ってます。さて熱燗できたんでこれちょっとおろしましょうか。これローソンストアで買ったやつね。だからあんま動きが悪いよね。さて今日は土鍋でいきましょう。はいね、大丈夫ね。カップいって、ね、今日これで今日はね、ま、おなじみないつも通りいつも通り定番ですね。皮入りではしませんが昆布茶、昆布茶入れます。適当にこれも味付けの味付けのお出汁を兼ねてはい、こんな感じで、はい、これ手頃でいいね。これねヤシマヤの木綿豆腐、ヤシマヤの木綿豆腐、それからこれね、ヤシマヤの木綿ってしますね。
やるか。じゃあ豆腐。豆腐8個、8、1丁8つに切ってきた。豆腐鍋です。豆腐鍋。豆腐鍋ね、今夜豆腐鍋だ。寒い時はいいよね。で、これに今日お野菜、長ネギ入れようと思う、長ネギ。長ネギ切ってきますね。長ネギ。長ネギのお鍋だ。今夜豆腐と長ネギのお鍋立てかな。お鍋でいつも、はい、ね、長ネギ入れましょうか。いいね、寒いとね。長ネギも安かったの。今日新鮮市場で3本100円だった。これまた沸騰するまで待ちましょうね。沸騰するまでね、うん、揚げ付けもしな、昆布茶入ってからさ、このまま食うよ、うん、入ってるんでね、十分味付けは、うん、塩味もね、はい、あーお酒も入っていいね。はい、じゃあこんな感じ。豆腐と長ネギの鍋ね。まだ沸騰しないからね、これまだね。さて、今日もぐい飲みで飲みましょうか。あ、そうだ、ぐい飲みって言うとさ、ショーズのホームページがあったね。今日も見たけどさ、あれね、お金あったら買いたいね、金属製のね、あれね、アウトドアなんかで、あれいいね、ほんとね。お金あったらさ、ショーズのさ、あんじゃん、ホームページ見れば書くのさ、なんだ、お酒する、酒担保とかさ、ぐい飲みとかね、あったね、金属、あー、でも高い、何千円ものになるな。他のも買えないよ。まあ、カップだ、いつもとあの容器でカップだけで開いたので飲む、うん。あれ、金属製だからさ、アウトドアでもさ、心配、あれ、割れにくくてさ、いいもんになるね。うん。ほんと余裕があったら買えたけど、余裕ないんだよ。あんな、ぐい飲みや酒担保にさ、何千円もかける勇気がないです。カップだけの間だったらさ、な、100円だもんな。その中身入ってない間容器だもんね。うん、さあ、ちょっと持ってこようか。ほんとお金あったら買いたいね、あれね、ショートのあれね。でもダメ、あんなもんに2000円とかかけらんない、僕は。うん、かく、うん、うん、じゃあさあ持ってこようか。ソロストーブだって8000以上ですもんね。そういうごみだったら抽選ぐらいするじゃね、あれ。B6 君の倍ぐらいだしね、ソロストーブね。うん、そうだよ。はい。ね、さて行こうか。今夜も熱めの熱燗行きます。いいね。寒い夜熱燗がいいね。まあ昨日も飲んでるからね、昨日はキャンプでね、今夜は行きたい、いつも通り行きたくて。はい、心身、これでいいのよ。あ、じゃあテントね、あ、さっきの書き込みね、テント風飛ばされちゃってね、ちょっと、いや、あんな遠くに行くと思わなくてさ、また終わった後片付けようと思ってほったらかしてた。いつの間にから驚いちゃった、あれね。まあどっかすぐ後ろにあると思ってたんだ、あれ。ちょっと好きに全然行っちゃってさ、あーね、あれ驚いたね、テントね。あんなものすごい風でね、今日はね、日差しもあったんだけどね、この間春一番吹いたからそんなこともあるんだろうな。やっぱあっち山の方だけじゃなかったみたい、こっちも町田もそうだもん、風強いね今日ね、本当ね。
昼間は風強くても日差しがあったからよかったの。夜やっぱ寒いやな、今日はな。日が起きてからだからね。ものすごい風。あれ、ほんと天大変だよな、ね。でもほんと拾ってきてくれてありがとうね。よかったよかった。石で止めておいてくれてありがとうございました。もう探しに行ってないで持ってきてくれてありがとう、ほんとね。さっきも言ったけどね、ほんとありがとう。感謝してますよ。よかった、ありがとうね。気をつけなきゃな、ほんとな。アルコール足んなかったな、ちょっとな。ちょっと足んなかったな、鍋までで。もうちょっと足してみようか。なんかちょっと失敗した。ちょっと、もう少し、鍋用にちょっと、燃料足してみる。ちょっとな、今度少しだけにしとこうね。鍋、ほんのちょっとでいいから。こんなもんで。ちょっと足して、これでまた再び。これ、なくなるぐらいがちょうどいいと思う。はい、もう温まってからすぐ作るね。はい、これです。再び今日は長ネギと豆腐の鍋で、長ネギ、いつも通り長ネギと豆腐の昆布茶鍋です。昆布茶は簡単でいいわな。味付けも十分あれでいい。で、熱燗飲みながらね。今日は日曜日で休みなんでね、早めで。ブリキャンプから帰ってきましたよ。よかったでした。東上線は楽でいいね、国電とね、池袋であれね。帰りは池袋にしてたから、ほんと目の前だもんね、あれ、横山線であれね。西武線めんどくさいけど、西武線はね、あれ池袋線は離れてるけど、東武線はいいね、あれね、池袋ね。すぐ隣でね。だ西武線の場合はあれ、地下鉄から乗り入れていった方がいいね、池袋行くと通んないでね。それで、ね。東武線の場合は、東上線の場合は、あれ、池袋で乗り換えた方がいいよ、すんなりって。今日山手線もすんなり乗れてよかったよ、待たなかっただけ。だから、家着いたの4時頃だった。ね。ああ、早かった、早かった。京成もすぐ乗れて、うん、もういい感じ、いい感じ。今日は長ネギと豆腐の鍋だ。ああ、うまそうじゃない。今日は長ネギと豆腐の鍋です。いい感じだね。これ見えるかな？長ネギ。豆腐は前から買ってて、長ネギ今日ちょっとさっき新鮮市場行って安かったんでね、買ってきて。もういい香り。で、熱かんだ。ああ。お豆腐から行きましょうか。安上がりでいいね、これね。もう嫌いなもんないからさ、何でも食えるんだよ。もう取った方がいいな。多分ちょっとしか入れないから、多分。燃料は、アルコール燃料はすぐ消えると思うんでね。うまい。お豆腐先生、うまいじゃないか。日本の豆腐に当たるもんで、外国人ってなんだろうな。まだ言ってくる、なんだろうね。日本の豆腐に当たるもの。豆腐はこうやって鍋にもいいしさ、揚げ出しもするし、いろいろするね。冷ややっこもするし。アメリカでそういうものは何だろうね、わかんないね、僕はね、それ住んだことないからね。まあ清原さんはまだ若いからね、あの人ね、まだ言ってけど、まだ40代後半だもんね、まだまだあれ、人間の寿命から言ったらまだ終わってないと僕は思うよ、もう、そうよ。覚醒剤やって使っただけじゃないからね。どっかの人みたいに機関とかやったりなんだよ。田代さんみたいにさ、
電車で時間とかじゃないんだから、迷惑的なことはやってないんだ。僕はそう思うよ。あれ違法薬物を使うだけの話じゃんね。うまいね。じゃあ長ネギ先生行こうか。あ、うん、あ、いいね。今日は長ネギと豆腐のお鍋じゃあ飲んでます。うん、ただこれ池波さんの影響だよね。これ小鍋だって風の中学から読んでるから池波さんは。うん、うん、うまい。小鍋立てってやつね。うん、中学の頃池波さんまだ生きてたからね、あの頃ね。うん、晩年だからもうエースで中心だったけどね、あの頃生きてた。僕が高校を卒業して1年目から18分の時に亡くなったんだよね。語学の練習の時、でも早いもんだな、もう20年以上。うん。20年、ああ。30年じゃないね。そうだな、25、6年か。でも僕は池波さんが亡くなる前に池波さんのこと知ることができたのよかったな、ほんと。うん。まだその作家死んでから作詞読むよりもさ、存命中に読んでる方がまだ味わい方変わるもんね。うん、僕の高校時代、中学高校の時代のね、大メイン作家さんだからね。あの人下役役所に勤めててね、あれ復員してきてね。豆腐うまいじゃないか、豆腐。豆腐じゃあ3キロ入れて、今日は豆腐鍋で預か飲んでます。で長ネギ、長ネギ全部入れちゃおうかな。長ネギ全部、ああちょうどあのグタグタになってたから早く揚げて。今日は豆腐と長ネギの昆布茶鍋です。あ、昆布茶だからね、何もかけないよ、ちゃんと塩、塩味、塩分も十分入ってから。これで醤油でも入れて、ちょっとね、塩分取りすぎでしょうね。醤油入れちゃう人はさ、ポン酢とか醤油使う人は塩分取りすぎ。もう昆布茶に入ってからね。うわ、うま、うん、うん、この ゼラチン質かゼリー状がうまいね、長ネギはな、火を通したときに、この、な、うん、うん、ぬめり、ぬめっとした感覚いいぞ、これ。ああ、うん、これがいいんだ。うん、ああ、いいね。ごめんな。うん、ああ、うん。うまいね、ほんとね。あー、うまい。いや、おチョコで飲むってまたいいね。1号とちょうど1号だからね。1号の時はさ、あれ、カップだけ慣れた容器でね、いける。これはちょっと 量多いからさ、おチョコでね。ああ、どうもね。最高じゃないか。来週はまあ、ちょ仕事だからさ、ね。日帰りで会うのはね。日曜日。
3月の第1はね、休みか仕事になりそうだから多分行けないと思います。だからまた後だ、まあ、キャンプは遠ざかっちゃうけどね。今ね、今のところの予定だ、3月の第1は多分出勤って言われてるから。その時はまだ日曜日、日帰りでどっか後だ来ます。うん。は、反応ガーラまず日帰り行ってから行くから、反応ガーラは。あそこもね、いろいろ見るとさ、キャンプもできそうだからよくわかんないからさ、最初は日帰りで行って、いろいろそれなりに見てからね、キャンプで、時期を確認してから、キャンプで計画させていこうと思う。まず反応から、最初は日帰りで、デイキャンプで、デイで行く、やる。行くね。反応は行けたらいいよ、あそこだって。西武線だから安いしね、500円ちょいで行けに行けるから、全然安いし。ね。反応だから乗り、ローカル線に乗ることもないしね。近距離であれめんどくさいな、あれ。反応からローカル線だからね、あれ。反応があればいいね、あれ。反応で。歩いて15、10数分みたいなもんね。近いみたいだし。駅前にスーパーあるし。反応。俺らで反応ってあれね、意外と田舎のようだけどね、京成のな、成田の行って、京成線より開通早いんだもん。早いんだもん、ね、できたのね。調べたら分かるね、意外とね。意外と西武線とあれ、できたの早いんだよ、あれの。京成の方がね、ちょっと最近、多少だけどね、後なんだね。うん。ああ、まあ。最後の豆腐いこうか。最後の豆腐、3切れ。これ最後だ。マウスね、これマウスが落ちたんだ。手前のほうでやってるからね、マウス。あ、大丈夫？大丈夫、先生。ああ、うん、今日は豆腐と長ネギの鍋でね、もう長ネギ食べ終わったのさ、豆腐3切れです。あと、クズの長ネギ拾って。昆布茶鍋ね。昆布茶鍋なんで何もつけずにね。で、熱燗ですね。アスメナツカ、なぜなら安酒だから安酒、いい酒の人は常温がいいわけ。アスカンにしてもぬる燗とかさ、もう安酒なんて安酒買っちゃうんだから2リットルで1丁とか2リットルパックで1000円以内のお酒なんで、ね、だからアスカンですよ、アスメナツカンって言いづらあつめにすると温度でさ、多少はごまかせっからさ、あ、そうよ。扱うの、安だけの理由。あ、温度を厚めにするだけで、多少ごまかしが効くんでね。でもいい酒はさ、やっぱりね、味がためそんな高いとさ、味わかんなくなんで、ぬる感なわけよ。せいに関して。もしくは、常温が一番よくいいお酒。よくさ、酒場放浪記で、ね、飲んでるようなお酒は、そういいお酒だからさ、ぬる感がいいんだろうね、常温とかね。うん、和子さんは一パック一升2リットルとかで1000円以内のだからね、安だけ買っちゃうんだから扱うんですよ、夏の冬場ね、安だけ買っちゃう、なかなかいいじゃないでしょ、安だけ買っちゃう、ね、安だけなきゃ毎日飲めないよ、ほんと腰の乾杯なんかあんなの飲めない、あれ飲んだらさ、下手した僕の1ヶ月の食事でしょあれ一本で、うん、そうだよあれ、竹も本物はさ、本物のやつはね、本物の有名なさ酒蔵のさ純米なんて言ったら買えないからね、あんなのやっぱテレビで、いやテレビ番組向けだよな、ああいうのはな、うまいね。豆腐先生。うん。
本当前、昨日は飲んだ。でも今日は一緒、2リットルのパック買って飲まなかった、残ってきたからね、明日。飲みちゃった時もあったけど、1パック買って、今日今回飲まなかった。でも本当に残ったけどね、コップ1杯ぐらいかなと思うけど、多少残ってた。はい、美味しくいただきました。ね。あとお酒だ。あ、今日残りちょこっとあるからさ、これ足してまた乾しようか。残りちょこっとあるんで。今日キャンプになっちゃうからさ、ほんのちょこっとなんで足して、乾燥し直して。で、これもう飽きました、この蔵だよりも。2リットル710円でも税込み安いよな、ほんと。さて、また取って、燃料用を足して。よし、じゃあそこの最後、再び。半端だからね。いや、最後、そうだ。今日飲むなんでね、昆布茶の最後の昆布茶の汁飲むんで。これの前のね、昆布茶鍋はさ、最後の汁がね、これね。これで開いた。これローソンストアで買った100円の鍋ね。はい。今日は休みだから早めよ。早め。ね、うん。ああ、うまい。はい、美味しくいただきました。さて、おしまい。じゃあ洗ってこようかね。洗っていきましょう。あ、今日は開いちゃったね。あ、でも明日の分は今日残ったら飲めばいいからね。あ、美味しくいただきました。今夜もね、うまくいき蔵だより、今日は開きました、2リットルパック。もういい関係によって、じゃあちょっとね、食べていきましょうね。最後にあれ半分の酒飲むんでね、これ最後のそのつまみで、レンコンの唐揚げか天ぷらみたいだけど、これ一回食べようか。最後これ最後のこの半分の酒で飲むのに、このレンコンの唐揚げの4割引き、新鮮市場で買ってしまった。これ食べよう。いいかな、新鮮市場ってこんなにね、で212円の4割引き、これね、これ唐揚げって、ね、そうね、天ぷらに近いのかな、唐揚げ。レンコンもうまいんだよね、歯ごたえがいいね、これね。これだって。最後これで、もう最後の半分の扱い。ね。ああ、いいね。そのシャキシャキ感がいいな。
今日は結構早いからね、メインの音が終わった後何もかけなくてもいいや、ちょうどいい。一応最初量が入ってたね。もうシーケットか途中で足したから、その途中でいいと思うんだよ。もうこれおしまいしょ。じゃあ最後のお酒いきます。いいね。中途半端だからね、あれが残ってもね、半端だからね、全部開けちゃうわけ、あのパックで。まだいいね、ちょうどいいね、まだ吐きたい。ああ、うまいじゃないか。レンコンの唐揚げね、まあ、天ぷらに近い唐揚げ。さあ、天ぷらだと思うけど、これこれ以外の唐揚げって書いてあるんだよ、レンコン唐揚げって。うまいじゃない、レンコン。あれ楽しみ、あれ見て、あ、そうだ、ライズアップのね、もうやってんのかな、あれあの人のライズアップ、あれモミネガタクロのあれ見てみたいな、あれどうだどうだ。よく行く島さんの朝の番組出てるからさ、ゲストで、あ、毎週1回見てみて、どうなんだかちょっと気になるな、あれ。今度 YouTube で検索してみようね。モギネガタクロライズアップでどうなったのか。あれ気になってる。
まい。レンコ最後レンコンで、レンコン投げたやつね。レンコンね。助かった。今日2兄弟だからね、早めよ、ね、じゃあ最後のレンコン、はい、お会いしていただきました。あの、さて、サイプラス館ので今日おしまいだから、明日からが仕事だよ。また頑張りましょうね。キャンプも帰ってきて無事、学校場所があるからね。あそこはいいな、向こうでね、学校。埼玉ってあれ結構あって言うね、ああいうのね。はい、おいしくいただきました。今日はこの辺で、また明日、明日も、ね、平日なんで、ね、仕事から帰宅したらね、おやすみなさい。じゃあ終わります。ラストミの10名さんではまたね、終わります。今日は休みなんで早めね。ではまたね。皆さん明日から一週間仕事頑張りましょう。